はい、おはようございます。何や未来でございます。本日はですね、我が相方ココドラがボーリングデビューということで、2人で対戦をしていこうと思います。ということで、早速プレイボールでございます。本日は実況付きで、お届けしたいと思います。さあ、まず1投目はどうなるかと、もうこれは完璧なんですよね。もう非常に完璧な、もうジャスポケもジャスポケでございます。ですね、相方ココドラはですね、ボーリング実質7、8年ぶりでございます。で、この動画を撮影した日に、マイボールを作って、撮影に挑んでおりますと、さあ、一体相方は何をしているのか。はい、ということでですね、まず初めてのアメリカンということで、まあ、今のは、致し方ないということで、今回ハウスレーンで対決をしております。非常に、厳しいコンディションとなっておりますが、いいね、プレイを皆さんにお届けしていきたいと思います。さあ、ということで、投げて、まあ、しょうがないですね。これはしょうがないノーヘッド。逆に、初心者がその7、8年ぶりに15ポンドのボールをまず普通に投げてることが結構すごいと、私は思います。ということで、本当に俺だけはそういうしっかりとしたストライクを取っていかないといけない。本当に絵にならないからね、じゃないと。さあ、アウトサイドから放ったボールは惜しくも届かずということで、さあ、第3フレーム、ピッチャー第1球投げた。おっと、足元はちょっとおぼつかないが、割れた。はい、そうなんですよ。このレーンね、左がね、バカむずいっす、マジで。この後見ていただければ分かりますが、バカむずいっす、マジで。もう完璧なんだよね。もう本当に完璧。50点ハンデとかじゃない、いってる場合じゃないぐらい、もう本当完璧で、これはマジでしっかりと取らなければいけない。スプリットとはいえ非常に難易度は低いスプリットですので、このようにですね、もうこのカバー、3番10番のカバーに関しては 50% ぐらい欲しいといったところでございます。さあ、第4フレーム、ピッチャー痛いと投げた。まあカウントが非常に良きでございますね。いいです。マークした後はカウントが大事ということでね、覚えて損はないかと思います。さあ、結構ぶん回した。やっぱりちょっと厚みにいっちゃうんだよね、このレーン。本当にね、割と削れてるんで、オイルがうまいよね。そう、このね、シングルピンをしっかり初心者から取ってくるあたり、やっぱりね、相方のセンスを感じております。さあ、ということで、私はしっかりとこれをカバーしなきゃいけない。こいつ何やってんだ、見えないぞ。落としている。がっつりかぶってたぞ。めちゃめちゃかぶってたぞ。さあ、気を取り直して折り返しかな。折り返し違うね、まだ5フレだね。さあ、割って、相方が割って、さあ、ちょっと不慣れなロフト、ちょっとお見舞いしたにもかかわらず、ノーヘッドというこのクソざま、もうマジ二度とロフトはしないとね、神に誓った日でございました。さあ、このスプリットは右投げにとっては非常に厳しいので、まあ、1本ね、確実に取りたいところなんですが、ゴールということでね、おめでとうございますと。そう、あの配置はね、もう右投げはほぼ取れないですね。バックアップぐらいじゃないと取れないんじゃないかっていうぐらい。さあ、ここはしっかりと取っていく。さあ、ここでようやく折り返し、6フレーム目ですね。差はほとんどございませんと。いいね。いや、まず本当にね、すごいんだよ。15ポンドっていう急に重たいボールをまずヘッドピンに当てること自体がすごくて、ちなみに相方はね、フック気味でやっております。まあ、そんなね、僕もフックは分からない。おっと、これは残る、それは残る。やっぱりね、初心者最初の方はね、曲げたい。でもね、フックはね、なんか比較的簡単らしいですよ。僕はできないですけど、はい、ということで、さあ、これは狙っていきますね。これは取れる配置なので、これはね、がっつり狙っていきます。動画としては一番やってはいけない。取るか、ピンに当たらないぐらいのスレスレをお届けしなければいけないにもかかわらず、1ピンだけ取ってしまうという。さあ、どうなる。まあ、なんとも言えないんだけど、右に残るのはね、初心者はね、取るのは結構きついんで、さあちょっとラインを変えて、うまいね。それはうまい。それは非常にうまい。さあ嬉しそうだね。ちょっと嬉しそうだね。今嬉しそうだって、かなり嬉しそうだった。さあほぼストレート気味に、いやうまいね、うますぎるね。これをね50分ハンデでやろうと提案した俺が間違いだったね、本当に。さあここダブル欲しい。是が非でもダブルが欲しい。はい、やっぱね僕のね心のため息がやり方に届いてしまったのか、こういう時に限って天品が残るという。さあ比較的真ん中の方から投げたが、まあそれしょうがないんじゃないですかね。それしょうがないです。そう、カウントだけはいい、非常にいい。さあこの天品カバーはもうほぼ勝敗を分けると言っても過言ではない。危ない、非常に危ない、非常に危ないが、攻めた結果それはそれでいい。今更ボール紹介なんですが、相方はですねギアドライブを使っております。私かけるはアップビートを使っております。惜しいね。ちょっと今ボール紹介してる時になんかね、そうですね、独特な狙い方、インサイドから狙う、あの配置を狙うというのはなかなか、はい、ということで、なんだかもうね、なんだろう、調子が悪い日はまじアプローチから安定しなくなるんで、もうね今みたいなことが、起こりかねないと。さあいいよ、しっかりとアウトサイドから投げて、いや素晴らしい、素晴らしい、全然素晴らしい。ヘッド当たらないから普通の人、何年ぶりに急激に重いボール投げてた。これ本当取らないとダメで、これだけは取らないとダメで、まあそうなるよね。わかるわかる、非常にわかる。さあ相方は是が非でもこれを取って俺のスコアに追いつきたいところなんだけど、うまいんだよね、うますぎるんだよね。あ、そうなんですよね。皆さん気づいた方も多いかと思いますが、ハンデなくとも負ける可能性があるんですね、この点数。もうね、もう意地で入れていくしかない。もうね、ジャスポケとかどうでもいいんで、意地で入れるしかなくて。さあ相方もいいよ、結構球威が出ている。おーっと、ここで天品が残る。非常にいいボールだったけども、ね、天品というものはそういうものなので、しょうがないと。ここは割り切って、僕はですね、もうそんなものは関係ねえと言わんばかりにひたすら、はい、ということで、もうね、わかるかな、ピンの残り配置でこのレーンがどれだけ厳しいかというのが、伝わったかと思います。さあ相方、天品取ればまだ俺に勝てる可能性があると。さあそれはどうなんだ、届いていく。さあなぜか、試合が分からなくなる。ハンデなしでいい試合をしてしまうといって、もうどういう展開も企画倒れもいいところで、それ絶対本当何やってんだ何やってんだ何やってんだ。さあ、わけわからないプレーミス、相方が、ストライクを取れば、同点で終わるという、わけのわからない展開になってしまったが、さあその結果やいかに。一番困ってるのはこの動画どうすんのってこと